タレント、上沼恵美子、68、が3日までに自身の YOUTUBE チャンネルを更新、お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志、60、の騒動について思うことを吐露する場面があった。動画の中で、この話題になると上沼は、やっぱり、品性というものがそこにあるとするならば、ちょっとはみ出したかなって思うから残念、と複雑な表情を見せる。また、トップ走ってた人が音を立てて下っていくっていうのかな、転げ落ちていくのが、怖いな、って思いますよ。私も早いこと年いっててよかったなと思う、とぽつり、誰もがスマホを持ち、1億送還し、で炎上リスクにさらされることから、もし20年若かったら、どないしようって思うよね。まさか仕事も、やめられへんもんね、と言い、20年ぐらい前はテレビも絶好調で稼がせてもらってね、いい時代でしたよ、と振り返っていた。吉本興業は今年1月22日、松本が飲み会で女性に性的行為などを強要したとの疑惑を報じた週刊文春の発行元、株式会社文藝春秋などに対し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を起こしたと発表した。松本個人による提訴となり、請求額は約5億5000万円。松本は報道を受け、同月8日に、当面の様々な記事と対峙、裁判に注力するため、と事務所を通じ活動休止を発表した。ネットの声、俗に言う逃げ切りやね。上沼さんが今若くて炎上したかどうかはわからないが、男のえぐい遊びに関しては昔と今とでは全く解釈違うからね。死んだ方々や年取りすぎて責める旨味がない人は逃げ切りだよね。そらテレビにいる人はそう思うわな。20年前は今ほど SNS が発達してなくて、広告もテレビが主体、スポンサーもテレビに CM 出してなんぼ、CM 出させてくださいとお願いする立場。今は SNS の発達でテレビの視聴率は下がり、テレビの影響力は落ち、宣伝する側もテレビで高い金払って CM しなくても、ネット広告で良くなった。テレビ局とスポンサーの力関係が変わった。昔はある程度テレビ局のわがままも聞いてこなければならなかったが、今はそんなことはない。無理してテレビで CM しなくていいという選択肢ができた。また X や Y、OUTUBE など個人で発信することもでき、プラットフォームも米国のもので、日本のマスコミにとって都合の悪いものを好き勝手に削除できない。20年前に文春がジャニー喜多川について初めて報道したが、他の報道機関は全てだんまりであまり話題にならなかったが今は違う。揉み消すことが難しくなった。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。